ということでね、今回の2days セミナーということで、今日の午後9時から、明日の午後9時からも第2部ということで後半をねやっていって、今日の内容と明日の内容はそれぞれ別々の内容をお話しするんですけれども、今日と明日の内容つながっているような内容を考えているので、ぜひね2日間忘れずにご参加いただけたらなっていうふうに思います。はい、ということでセミナー始めていこうと思います。はい、ちょっと資料の方をここから共有していくのですが、はい、はい、ということでね、今回皆さんテーマ見てくださりましたかね。人生を見直す、これを知るだけで2024年人生変わる奇跡の力ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずね、最初に今回の内容入る前にこれだけは伝えておきたいなってことがあります。皆さん本当にいつもありがとうございます。さっきもね、簡単にお伝えしたんですけれども、僕が本当にもともとは適応障害で会社を辞めちゃって、わあこの先どうしようかなってずっと考えて、毎日不安と焦りにね、苛まれてる時から、ちょっとずつちょっとずつね、皆さんに支えていただいたり、同じ仕事をしている、同じようなね仕事をしている人に支えていただいたりして、ここまで来ることができてます。なのでね、本当に皆さんありがとうございます。はい、そう、ちょっとね資料を共有したら、お顔とコメントが見えなくなるんですけれども、ちょっとできるだけ対応しながらコメント見ながらやっていきたいなっていうふうに思うので、よろしくお願いします。はい、でね、最初に皆さん本当にすごいっていうようなお話をします。さっきも簡単にお伝えしたんですけれども、やっぱり自分に向き合うこと、自分の悩みから目をそらして生きる方がやっぱり、ちょっと言い方が悪いかもしれないんですけど、楽ではあると思うんですよね。でもそれが自分を成長させるとか、誰かに貢献できる自分になるとか、魅力的な自分になるのかっていうと、やっぱり話は別で、もちろんそのどっちがいいとか悪いとかっていう話ではないんですけれども、それでもそんな中でも皆さんは自分の悩みとか課題とか目標から目をそらすことなくずっと向き合い続けてる方だと思うので、そんな方はね絶対に今の悩み克服できるし、本当に周りにね気づいた時には人が集まるような、〇〇さんと話がしたい、〇〇さんに会いたいっていう風に本当に毎日のようにメッセージが届いたり、人からね求められる人に必ずなることができるので、ぜひ誇りを本当に持ってほしいなって思います。自分を認めてあげてほしいなってすごく思います。はい。で、今はそう思えないって方も全然大丈夫ですからね。練習していけば必ずそう思えるようになるし、必ずね、人が集まる未来っていうのは実現できるので、ぜひ安心していただけたらな、自信を持っていただけたらなっていうふうに思います。はい。そして、今回本当にスペシャルな内容を考えていて、本来は、僕って普段やっぱりうつとか適応障害とかそういう心の悩みですよねを克服する、ステップとかロードマップとか方法っていうのをお伝えすることが多いんですけれども、今回はねその先の話、適応障害とかうつの悩みを解決するっていうことはもちろんなんですけれども、それを解決した後にはどんな未来に進めるの、どんな風に自分とか人生を変えることができるのってことをお話します。それで、それはね、僕たちだからこそできること、私たちだからこそできることっていうのを今回お話ししていきたいなっていうふうに思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。はい。ということで、最初に皆さんに聞きたいことがあるんですけれども、今回ね、皆さんはどうしてこのセミナーに参加してくれたんですか？これは本当簡単にでいいので、ちょっとコメントで教えていただけるとすごく嬉しいなっていうふうに思います。はい、どうでしょうか、ちょっとだけ時間取るのでぜひね、教えていただけると嬉しいなと思います。テーマが気になりましたとか、こういう悩みを抱えていてなんかちょっと前に進めると思いましたとか、中にはね、来年こそは自分で仕事を始めていきたい、独立したいからその方法を聞きに来ましたって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。はい、
どうですかね。皆さんはどうしてこのセミナーに参加してくれたんですかね。多分僕のあれですね、セミナーとか動画を見てくださってる方はもうご存知かもしれないんですけど、まあちょっと後で詳しくお話しするんですけど、ここでなんかコメントとか自分の気持ちをアウトプットすること、これがどれだけすごいことで自分を変えることにつながるかっていうことをちょっと後でお話しします。はい。なのでなんかコメントできないとかちょっと勇気がいるなって方はまあ自分のペースでね本当に大丈夫なんですけど、自分の思いを言葉にしたりアウトプットするってことが少しずつ皆さんの人生を変えていくこと、自分を成長させることにつながっていくので、ぜひね今回の時間を無駄にしないためにもこのセミナーに参加してくれた、まあ、理由っていうものをちょっとコメントでアウトプットしていただけたらなっていうふうに思います。はい。2024年は自己実現したい、絶対にできます。はい。一緒に めちゃくちゃ噛みました。一緒に自己実現していきましょう。はい。本当にね、心って全ての土台なのでね、大丈夫ですよ。はい。適応障害をきっかけに自分を見つめ直して、チャンスに変えて自分らしく働けるようになりたいから。はい。めちゃくちゃ素敵です。絶対にできますからね。はい。テーマが気になったのと、毎回タケさんの話聞くのが楽しみなのと、来年今日の学びを生かして前に進みたいと思ったからです。あ、めちゃくちゃ明確ですね。めちゃくちゃ素晴らしいと思います。そして純粋にめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。楽しみにしてくださったんですね。いやー、嬉しいな。ありがとうございます。はい。ぜひね、学び生かしていきましょうね。はい。動けずにいるので皆さんの声を聞けたらと思い参加させていただきました。ありがとうございます。本当に皆さんね、さんも含めてなんですけど、素敵な方しかね、このセミナーに参加してないと思うので、ぜひ、みんなで一緒に考えていけたらなっていうふうに思います。はい。来年こそは就職センター買うので、そのヒントをもらいに来ました。ありがとうございます。さんもね、いつも来てくださってありがとうございます。ぜひヒント持って帰っていただけたらなっていうふうに思います。転職癖を直したい。さん、ありがとうございます。なるほど、なるほど。いいですね。これもなんか自分の課題についてやっぱ言語化されてるっていうのが素晴らしいですよね。はい。受講生よりありがとうございます。僕の受講生さんですね。いつもありがとうございます。適応障害になったことをきっかけに、無気力に関心を持ち、無気力改善コーチとして起業したい。めちゃくちゃ素敵ですね。めちゃくちゃ応援してます。なるほど、なるほど。うん、僕もね、本当に弱い自分を変えたいって思って、適応障害になった自分を変えたいって思って、今の活動を始めたので、さん、絶対実現できると思います。はい。ありがとうございます。めちゃくちゃ伝わってきました。皆さん、本当にコメント、アウトプット素晴らしいです。ありがとうございます。ぜひね、皆さん、一歩動いてること、そして、もう二歩三歩と動いてることを、ぜひ自分のことを褒めて認めてあげてくださいね。はい。ありがとうございます。そして皆さんは人生を変えたいですか？自分を変えたいですか？っていうここもぜひ教えていただきたいなって思います。はい。なぜかっていうと、今回は、少なくともですよ、僕が鬱の状態から会社を独立して、ま、約2年間くらいは自分の仕事を始めることができた。自分のスクールを立ち上げることができた。人をサポートすることも、させていただくこともできてるし、たくさんの方にね、まあ本当にありがたいことに、タケさんに出会えてよかったですとか、まあ今回も本当に言っていただけてすごい嬉しいんですけど、こうやって言っていただけたりとか、皆さんがこれから関わっていく人、今関わっている人に、ありがとうって、本当にたくさん言われたり、〇〇さんに会えたから、本当に人生変わりましたって言ってもらえる人になる方法をすべてお話ししていくんですね。はい。なので、ま、もし、今のままでも大丈夫とか、ま、そんなに人生変えたいとは思ってないとか、っていう場合は、僕の今回のセミナーがもしかしたら、力になれない可能性もあるので、
ぜひね、この人生を変えたいのかっていうこと、自分を変えたいのかってこと、これを改めて自分自身に問いかけ直していただいて、ちょっと自分の気持ちをね、再確認してほしいなって思います。はい、よろしいでしょうか。これもね、ぜひね、決意として、はいでもいいえでも、絶対変えたいですでもいいと思うので、ぜひね、アウトプットしてみてくださいね。はい、めちゃくちゃ素晴らしいです。今までは他人軸で生きてきたことを自分軸に変えて生きていきたいです。人生も変えたいです。めちゃくちゃ素敵です。本当に応援してます。絶対変える、素敵です。はい、めちゃくちゃ素敵。そう、こうやって言葉にすることでね、自分にもね、言い聞かせることができるし、改めて理解することができるのでね、本当に素敵だと思います。ありがとうございます。はい、そう、大丈夫です。人生を、少しでも変えたいとか、絶対に変えたいって方は、この 2days セミナー絶対に参加していただきたいなって思います。なぜかというと、この 2days セミナーを最後まで受けた未来ですね、これを最初にお伝えしておきます。どんな未来に進めるのかっていうと、ちょっと文章長くね書いてるんですけど、適応障害やうつ、もしくは今の悩みを本質的に克服するだけではなくて、今のね、皆さんの経験、もしかしたら苦しいかもしれないですし、孤独かもしれないですし、もう先が見えないって悩んでるかもしれないです。はい、でもこの経験をして良かったっていうふうに心から感じることができるようになります。そして、もしかしたら今の自分、あるいは過去の自分のように悩んでいる人を、支援できる、サポートできるようになって、ありがとうをたくさんの人から言ってもらえるようになります。はい、さらに、その経験を仕事にして、働きたい人と働きたい場所で、働きたい時間に働いて、なりたい自分になれる、そんな未来を実現する方法っていうのを、今回すべてお伝えするので、知ることができます。なのでね、ぜひ本当に楽しみにしておいてほしいなって思います。さらに、ちょっとね、これだけ見てもなんだかイメージできないなって思った方もいらっしゃると思います。はい、なので、少しずつね、ここからどうやって実現するのか、どういうことをすればこんな風に、こんな未来にね、進めるのかっていう話を、今回のセミナーで全部お話ししていくので、ぜひね、楽しみにしていただけたらなっていう風に思います。はい、そう。なんでかっていうと、僕がね、うつで何もできなかった状態から今言ったこと、この 2days セミナーを最後まで受けた未来ですね、これを全部実現してきました。だからその方法すべてをお伝えできるってことです。で、ここ自信を持って、本当に僕がやってきたからこそ皆さんにお伝えできるかなって思ってるんですけど、ここにいる皆さんなら必ず実現できます。これ自信持ってお伝えします。だから、ぜひね、自分には関係ないかなっていうふうに思わずに、自分事として、ぜひね、聞いていただけたらなっていうふうに思います。はい。ということで、今回のセミナーおすすめな方ですね。例えば、適応障害とか、うつで悩んでいるとか、来年こそは関わる人とか、仕事とか、時間の使い方とか、自分を変えたいって思ってる方。うつとか適応障害はもう大丈夫って言われたんだけど、本当にこれで良かったのってずっと不安とか疑問を抱えている方、あとは自分のやりたいことがわからない方、これ全部お話ししていきます。独立したいとか、会社で働くのもね、楽しいんだけど、やっぱり会社に依存することなく独立して、自分自身で仕事ができるようになりたいって方、そして自分の仕事を作って大切な人を守れるようになりたいって方、はい、信頼できる最高の仲間に出会える自分になりたいって方、もう一人ではいろいろやったんだけど、もうどうすればいいかわからないっていう風に悩んでる方、そしてやりたいことで溢れて毎日楽しみに過ごせるね、朝起きることが本当に待ち遠しくなるほどね、楽しみに過ごせる魅力的な自分になりたいって方は、今回の 2days セミナーをぜひね、最後までご参加いただきたいなって思います。はい。そして、明日のセミナーの最後に参加者限定の特典も用意しているので、これすごい本当に特典になっているので、ぜひこれも楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。はい。そして、今回のセミナーの参加のお約束を最初にお伝えしておきます。はい。
今回のセミナーを受ける上でその効果をね最大化していくためのお約束ってことですね、はい、やっぱりせっかく聞いてもあの明日になってしまうと、まあ、7割8割が忘れてしまうっていうふうにあの人って言われてますよね。だから本当に皆さんにはこの方法を知るだけではなくて、やっぱり自分の人生、皆さんの人生に生かしていただいて、実際に人生を変えていただきたいって思ってるんですよね。はい。なので、ちょっと今回4つセミナーのお約束を最初にね、守ってほしいなっていうふうに思ってます。はい。1つ目は、必ず最後まで参加してくださいってことですね。はい。今回の1日目の内容と2日目の内容つながってるので、ぜひね、最後まで参加いただきたいなっていうふうに思います。はい。そして、コメントで積極的に参加をお願いします。はい。で、顔出しできる方は、ぜひね、顔出しでお願いできればなっていうふうに思います。はい。なんでかっていうと、やっぱりこのセミナーの、知ったことを最大化する、最大限活用していただくってことにつながるんですけれども、皆さん顔出しせずに、何かセミナーとか、なんだろうな、動画を、まあ、見るでもいいと思うんですけど、何かを学んでるとき、実際どうですか？なんかそのスマホを触ったり、なんだろうな、何かをしながら見たりしてませんか？あとはその寝そべったりしてね、はい、見るとか。こうやってやっちゃうと、やっぱり内容が入ってこなくて、もったいないのでね、ぜひね、最大化できるように参加いただけたらなっていうふうに思います。僕自身もね、やっぱり顔出ししなくて参加した時に、なんか適当に受けちゃったなとか、めちゃくちゃ有料級の話をしてくれてるのに、なんか自分自身が真剣に参加してないから、何も変わらなかったなって思う時が、まあ、たくさんあったんですよね。はい。なので、ぜひ顔出しできる方は積極的に顔出ししていただきたいなって思います。ぜひね、自分変えたいって方は、積極的にどんどんやっていただきたいなと思います。はい。あとは音声はね、ミュートでお願いします。はい。で、3つ目、たった一度の機会と思って、ぜひ人生を変えるつもりで参加いただきたいなっていうふうに思います。はい。っていうのも、今、本当に何が起こるかわからないです。はい。来年になったら、もしかしたら、YouTube がなくなるかもしれない。規約変更で、まあ、なくなるまでいかなくても規約変更で、なんか、もう月1しか投稿できなくなるかもしれないってなると、会える可能性、会える機会っていうのはどん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 減っていくわけですよね。もちろん今の例えなんですけれども、例えば僕がこの活動をやめてしまう可能性だってね、やっぱりないとは言い切れないわけですよ。だから、ぜひね、たった一度の機会と思って人生を変えるつもりで参加いただきたいなっていうふうに思います。本当にここで出会えてるっていうのは、もうすごい確率、ご縁なのでね。ぜひこの一度の機会を人生を変えるために生かしてほしいなっていうふうに思います。はい。そして4つ目、オープンマインドでご参加いただきたいなっていうふうに思います。はい。今回ね、お話しする内容っていうのも、多分皆さんだったら聞いたことある内容とか、知ってる内容もおそらく出てくると思います。はい。でも、オウンデイズっていう会社の社長さんがね、おっしゃってることなんですけど、知ってるってことと、やってるってことと、できるってことは、まあ、全然違うよっていうふうにおっしゃってるんですね。はい。なので、やっぱりね、知っててもできないこととか、そういうことってたくさんあると思うので、ぜひね、ちょっと疑いのメガネをかけずに、素直に聞いて、実践するっていうところ、オープンマインドでご参加いただけたらなっていうふうに思います。はい。皆さん、ここまで OK でしょうか？もし OK の方いたら、リアクションで、リアクションか、コメントで OK ですとか、わかりましたとか、教えていただけるとすごく嬉しいなっていうふうに思います。あ、顔出しありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。今見ました。めちゃくちゃ素敵です。ありがとうございます。僕、皆さんの顔も見ながらね、やっていくので、ぜひ、一緒にやっていきましょう。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。OK ですかね。よし。
ということで、やっていくのですが、ちょっとね、資料を見ながらやっちゃうと、皆さんのお顔とかコメント見えなくなるんですけど、問いかける場面とかでは、コメントとか、皆さんのお顔をね、ちゃんと見ながら、一緒にやっていきたいなっていうふうに思っているので、ぜひね、よろしくお願いします。はい。ということで、ここまでいろいろね、なんか 2days セミナー、最後まで受けた未来、こんな風になれますよとか、いろいろ言ったんですけれども、なんでそんなことをあなたが言えるの、タケさんが言えるのってことですよね。ということで、簡単になんで言えるのか、ちょっと自己紹介も含めてお話ししていきたいなっていうふうに思います。はい、ちなみになんですけど、僕のこと知ってるよって方いますか？ちょっとリアクションか、手挙げるか、ありがて、手挙げてくださってる、ありがとうございます。あ、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。はい。なるほど、なるほど、ありがとうございます。ちょっと知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、簡単にね、自己紹介していくんですけど、僕がタケと申しまして、心の専門家のね、活動をさせていただいております。はい。で、もともと僕も適応障害、うつになった経験があってですね、何か自営業を始めようとか、コミュニケーションを学ぼうとか、本当に300万以上くらいで、自己投資しても何も自分に変化を起こすことができなくて、人生を変えることができなくて適応障害になったんですね。はい。だからあれですね、さっき人生変えたいですかとか、なんかこいつ偉そうに言ってるなって思ったかもしれないんですけれども、僕自身も本当に、時間にすると3年以上とかね、行動することすらできなくて適応障害になったって過去があります。はい。だからどうやったら行動できるのかな、自分を変えられるのかなっていうふうに、考えて、いろいろ調べていった結果、心だってことに気づいたんですね。はい。その経験があって、ちょっとずつ変われたっていうのがすごく自分の中で衝撃的だったので、その経験をもとに、結果的に適応障害を克服することができたり、キャリア支援を1000名以上させていただくことができたり、右の写真のように講演活動とか、あと皆さんもね、もしかしたら知っていただけてるとかもしれないんですけど、 YouTube チャンネルを約2年以上、続けることができていたり、そう、 YouTube 続けるの大変なんですよありがとうございます嬉しいんですけれどもね、知っていただいて続けていたり、あとはオンラインスクールっていう形で、自分自身のね、スクールを運営させていただくこともできています。はい。これが僕の、YouTube チャンネル、今4900人以上の方にご登録いただいているような形ですね。あと公式 LINE と、あと一応 TikTok もね、メインではないんですけれども運用させていただいてます。はい。あとはセミナーの活動とかですね、このなんか赤で囲ってるところが僕になります。これもなんか何やってもダメでしたっていう自己紹介してるところですね。はい。で、あと懇親会とか、そういったところにも、僕本当に人とね、コミュニケーションするのができない人間でした。はい。そんな人間でも人前で喋れる、話すことができるようになったり、懇親会とかそういうね、コミュニケーションを取る場所にも顔を出すことができるようになってきたんですよ。はい。そして、スクールの活動、心の専門家の活動ですね。たった1回だけお話ししただけでも、タケさんの言葉のおかげで気づくことができましたとか、的確に行動できておりますとか、すごくね、嬉しいコメントをいただいた方もいらっしゃいます。はい。そしてこれが僕の、運営しているスクールで、コンセプトは一生ものの技術を身につけて自分を変えるってことをコンセプトにしてます。はい。ちょっとね、お客さん、講座生さんの生の声なんですけれども、本当に40代の女性の方とか、男女、性別、仕事、年齢問わず、結構本当にいろんな方がご参加いただいてるんですけれども、40代の女性の方がね、この方も旦那さんに変わってほしいとか、環境に変わってほしいって思っていらっしゃったんですけれども、やっぱり自分自身が適応していける自分になる、充実感を得られる人生に自分で変えていくっていうことを、確信して、すごく変化されていった方になります。はい。そして20代の女性ですね。
この方はまあ自己投資っていうものをやったことがこれまで僕に会うまではなかったんですけれども、やっぱり何かお金を払って学ぶその価格と自分の今後の人生を比べた時に、まあ、心を学ぶことってその価値を考えるとすごくね、いいことだなっていうふうに感じたっていうふうにおっしゃってくださった方になります。はい。そして30代の男性の方ですね、まあ、シンプルに内容が深く明るく楽しいっていう超絶シンプルで嬉しいメッセージいただいた方になります。はい。そう、この方もね、他のサポートとか受けてもちょっとね、何も変われなかったってすごい悩まれていたんですけれども、僕のプログラムに参加していただいてすごい変われました、多くの人にお勧めしたいですっていう風に本当に温かい言葉をいただいた方になります。はい。こちらが、まあ、スクール生さん、講座生さんの、まあ、僕とのチャットのやり取りっていうようなところですね。はい。そして講座生さんのインタビュー動画っていうところも一部アップロードしてるので、ぜひね、気になる方は本当に素敵な方ばっかりなので、ぜひご覧いただきたいなっていうふうに思います。はい。でね、ここまで自己紹介させていただいたんですけれども、何を隠そうね、行動を始めることだけで、僕は3年以上かかってしまいました。なので、今回紹介する、ま、奇跡の力っていうタイトルでね、やっていくんですけれども、今回紹介することを知らない未来っていうのは、やっぱりね、なかなか想像できないですし、あんまり想像したくないなっていうふうに思ってます。はい。でもね、たった一度だけ、これまで皆さんも、やっぱり苦しいご経験とか、うまくいかなかったこととか、本当に惨めでたまらないとか、こんな経験なんで私がしなくちゃいけないのって、まあ、憤りとか寂しさとか虚しさを感じるご経験をされてる方もいらっしゃるんじゃないかなって思ってるんですよね。はい。いや、むしろ多分これだけやっぱり人生に向き合えたり一生懸命生きることのできる皆さんだからこそそういう経験も多いと思うんです。はい。でもね、大丈夫です。たった一度だけでいいんです。この今回紹介する奇跡の力を知るだけで最高の人生を作ることができますし、過去はね、もう関係ないです。はい、大丈夫です。安心してください。その過去はもう皆さんの冒険の証、成長の証です。はい。どんなご経験があっても、誰でも、いつからでも、どこまででも変われるっていうことを、皆さんにお伝えしたいですし、この僕のね、本当に活動とか行動を見ていただいて、それを必ず証明していくので、ぜひね、今回のセミナー、人生を見直す、これを知るだけで2024年人生変わる奇跡の力っていうタイトルで一緒にね、学んでいけたらなっていうふうに思います。はい。まあ、ちなみに2024年人生変わるって書いてますけど、これはまあスタートっていう意味ですね。結局人生を通して絶対に活用できる力、方法っていうものをお話ししていきますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。ということで、改めてよろしくお願いします。はい、はい、ということで本題にね、入っていきたいなと思うのですが、ここからちょっとアウトプットタイムを設けたいなっていうふうに思ってます。はい。皆さんの今の悩みって何かありますか？ここちょっと時間取るので、頭の整理をすることもそうですし、来年どんなスタートを切ればいいのかな、どういうことを克服したら向き合えば人生変わるのかなっていう今の悩み、これをちょっと言葉にしてアウトプットしてみてください。はい。それを見てね、僕もここからの話す内容とかをちょっと考えていきたいなっていうふうに思ってます。はい。悩みないって場合はそれもめちゃくちゃ素晴らしいと思います。はい。多分ね、本当に僕のYouTube とかセミナーに来ていただいている皆さんは本当にいろんなことを学ばれていたり人生に向き合われている方だと思うので、悩みないってこともあるのかな、どうなんだろう。あ、さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます、いつも。はい。そう、特にね、当時のやっぱり僕っていうのは、本当に何もなかったので、2年前の僕はね、実は今でもね、当時の気持ちを忘れないように、その当時にね、
なんか泣いてる写真があるんですよ。それを、デスクのね、横に写真現像して置いてるんですよ。当時の気持ちを忘れないように。はい、その時はやっぱり自分の好きなこともわからないし、何もね、仕事をする力もなかったし、人前で喋ることもできないし、そんな自分をね、見て、自分を責めて、さらに落ち込んでしまって、そこに落ちてしまう。ということが、もうたくさんあったんですね。はい。なので、もしかしたら、皆さんもこういう経験があるかもしれないですし、もしあるのであれば、すべてをやっぱり全部理解できます。わかります。とは、なんかおこがましいので言えないんですけど、少しはね、同じような経験を知ってるんじゃないかなって思ってますし、力になれるんじゃないかなって思ってるので、ぜひね、一緒に考えて、一緒に悩んで、一緒に考えて、一緒にね、前に進むための、行動していきたいなっていうふうに思ってます。はい。ありがとうございます。自分らしい仕事がわからない。何が自分に合っていて、何がやりたいことかわからないです。僕もそうでした。わかります、気持ち。わかります気持ちって言ったらおこがましいのであれなんですけど、すごく伝わってきます。皆さんありがとうございます。やるべきことやった方がいいのに、楽な方へ回避してしまう。いや、ここまで明確化されてることがめちゃくちゃ素晴らしいですよね。はい。なるほど、なるほど。これもね、すごくわかりますよ。はい。僕も今でもね、あるのでね、こうやって言葉にして向き合ってることがすごく素敵だと思います。さあ、先日ありがとうございました。カリンバ、タケさんのぬくもりを感じて使っています。ありがとうございます。ちょっと照れちゃいますね。ありがとうございます。こちらこそ。タケさんのセミナーを受けて向き合っているところで適応障害を克服すると言葉にすると泣いてしまいます。なるほど。ありがとうございます。これね、すごい伝えたい。泣いてしまうってことは、多分ね、誰よりも自分とか自分の人生に向き合ってる方だと思うんですよね。そう。で、自分のやりたいことをやろうとか、自分を変えたいとか、自分に向き合おうとすればするほど、人生を変えようとすればするほど、辛いこととか、苦しいこととか、孤独の寂しさを経験します。はい。だからね、お父さんが、適応障害を克服すると言葉にすると泣いてしまいますっていうコメントをいただいたんですけれども、もちろん辛いことがあったと思います。もしかしたら今も、あると思います。これからもあると思います。でもその向き合った経験っていうのは必ずその力になる。必ず誰かを支える、誰かに勇気を届ける力になるので、それだけは絶対に覚えておいてほしいなって思います。はい、めちゃくちゃ素敵な方なので、ぜひね、自分自身に誇りを持ってほしいなって思います。はい、さん気軽に相手にできる。相談できる相手、壁打ちできる相手。なるほど、なるほど。が、ちょっといないってことなのかな？ありがとうございます。さん、悩みは何の仕事がしたいかわからないこと、キャリアの方向性に悩んでいるかもしれないです。一緒に悩みましょう。悩むことは悪いことじゃないですからね。これもそれだけ自分の人生に向き合ってるってことなので、ぜひね、自信持ってほしいなって思います。その行動めちゃくちゃ素敵です。僕は3年間を何もしてこなかったので、ゼロの状態でそんな状態から変えたくて、僕も一緒でした。むしろ僕はマイナスでしたね、やっぱり。うつとか適応障害になって動けなくなってしまったので、そんな状態からでも、むしろ僕はそんな状態だからこそ、やっぱり自分に向き合えるし、変わっていけるって思うので、ぜひね、一緒に悩んで、一緒に考えて、一緒にね、行動していきましょう。はい、そう、これは本当に皆さんに共通してお伝えしたいんですけれども、やっぱり自分をマイナスに、自分がマイナスになった経験があるって方は強いですよ、はい、なぜかというと、普通に過ごせるのが当たり前じゃないって気づけるし、人が関わってくれることが当たり前じゃないって気づけるし、そう気づけるのであれば、相手の目線に立って、どうやったらこの人喜んでくれるだろうとか、どうやったら自分を変えられるだろうとか、成長できるだろう、自分に向き合えるだろうって思うきっかけがなんかできると思いませんか？むしろその皆さんは本当に向き合ってるきっかけに収まらず向き合い続けてる方だと思うんですけど、そう、
だからね、そういうマイナスの経験をしている人だからこそ、たくさんの方にね、サポートを届けることができたり、たくさんのね、喜びを届けることができるので、ぜひね、自信持ってほしいなって思います。はい。うんうんうん。ありがとうございます、ゆきさん。はい。ありがとうございます。絶対大丈夫です。これでもいいのかなと思えるようになっていますが、皆さんと笑顔で話している姿に憧れます。いや、わかります。僕もね、結構1対1とかでは、すごく深い話とかできるんですけど、これがね、なんか3名、4名、5名とかになっちゃうと、僕急に話せなくなっちゃうんですよね。これわかります?皆さん。はい。皆さんも、なんだろうな。何かやっぱ自分で思うこととか悩みとか、こうなりたい自分っていうのがあると思うんですけど、これもなんかしっかりと心の台を作っていくことで必ず実現することができるって思うので、ぜひね、今回一緒に考えていけたらなっていうふうに思います。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、じゃあその悩みがあるってことで、この悩みがあるってことは、何かその悩みを克服するでもいいと思いますし、悩みと思わなくなるようになれるってことも素晴らしいと思うんですけど、多分何かなりたい自分っていうのがあるんじゃないかなって思ってるんですよね。じゃあどんな状態になったら、あ、なんか自分生まれてよかったなとか、なんか毎日充実してるなっていう風に思えると思いますか？これもぜひちょっと言葉にしてアウトプットしてほしいなって思います。なぜかというと、言葉にしないとやっぱりどこに向かっていけばいいのかわからないからですね。本当に悩みがね、解決しないとか克服できない理由っていうのは、もう純粋に言葉にできてないだけって言っても過言ではないと思います。はい、ちゃんと言葉にして、正しい方向を見据えて、正しい方法を継続して取り組んでいけば、必ずどんな悩みも克服できるし、皆さんのやりたいこともね、実現できるんです。はい、もちろんね、簡単とは言ってないですよ。僕、もがいてばっかりなんですけれども、それでもね、どこに進みたいという理想があれば、僕たちはその理想にね、進んでいけばいいだけなので、目の前の問題とか、今の悩みを受け入れることができるようになるんですよね。はい、これ実際に、とあるね、大学の研究とかでもわかってるんですけれども、ぜひね、なので理想の状態っていうところを、言葉にしてほしいなっていうふうに思います。はい、そう、やっぱりね、どこに向かいたいのかっていうのがわからないと苦しいですよね。今の状態が続くことっていうのは、ずっと今の状態が変わらないってことはないんですけど、やっぱり先が見えないと、ずっと今の状態が続くんじゃないかとか、こんなことしても意味がないんじゃないかとか、今やってる失敗が自分の全てのような気がして、やっぱ苦しくなりますよね。そう、なので、漠然でもいいです。具体的にね、思える人はめちゃくちゃ素晴らしいんですけど、例えば本当に人前で喋れる自分になりたいとか、 SNS の発信をしたいとか、ちょっとより具体的な人は SNS で自分の経験を発信して、3人の方をサポートできるように来年の2月までにはなりたい。これめっちゃ明確ですよね。はい、結構こういうやることの流度、明確性が上がるごとに人って行動できるようになっていくので、ぜひね、最初は漠然的なところから始めて、よりちょっとね、小さく明確化できるのであれば、明確化していただければ、より行動につながるんじゃないかなって思います。ありがとうございます、コメント。さん、笑顔あふれる素敵な人になりたいです。めちゃくちゃ素敵です。自分が生きてる証、生き様を伝えていきたい。めちゃくちゃ応援しています。絶対できます。はい。会いたい人に会いたい時に、会いたい場所で会える人間。めちゃくちゃ素敵です。ぜひ実現していきましょう、一緒に。はい、仕事以外では全て幸せと思っています。奥さんや息子がいて恵まれていますが、仕事だけがなかなか合わないので、それさえ自分に合う仕事がワクワクしてできることができればいいです。あ、これすごい明確ですよね。
なので仕事をどれだけ自分のやりがいにつなげられるのか、今のストレスとか、まあ、今後直面するであるストレスを対処して、どれだけこの、なんだろうな、負の部分を受け入れていって、プラスの部分、楽しいとか嬉しいとか、やりがいを感じる部分を増やしていく工夫をしていけば、これ必ず実現できるって思うので、めちゃくちゃ明確化されてて素敵だなって思います。人に優しく寄り添う。寄り添うような人になりたいです。めちゃくちゃ素敵です。はい。自分のマイナスな感情に振り回されずに行動できるようにしたい。いや、めちゃくちゃ行動できてると思いますけどね。ありがとうございます。その向上心とかがめちゃくちゃ素敵だなっていうふうに思います。はい。ありがとうございます。皆さんコメントアウトプット。めちゃくちゃ本当に素敵です。はい。じゃあ今の悩みと皆さんがどんな状態になっていきたいのかっていうことが、ここでね、少しだけ明確化されたんじゃないかなって思います。はい。ここで一つね、皆さんに考えてほしいことがあるんですよね。理想と現実になぜギャップがあるのか分かりますかっていう質問になります。はい。そう。ここにギャップを感じてしまうからこそ、やっぱり理想の自分はこんな風なのに、今の自分はちょっとダメだとか、SNS とかテレビで見てるあの人はなんかこんなに活躍していたりこんなに頑張ってるのに自分は何もできないな、ダメだなとか、何かしら理想と現実、これになんかギャップってありませんか？なんかもっと身近なことで言えばね、今日これをやるつもりだったのにできなかったとか、これもやっぱり理想と現実にギャップがあるっていうことに当てはまりますよね。はい。そう。もちろんその理想と現実にギャップがあることがいいとか悪いっていう話ではないですよ。はい。でも、この理想と現実に目標があるから自分は今こういう状態でも頑張れるっていう状態になってる人と、こういう目標があって理想があるんだけど、今の自分はここにしかいれなくて、なんかダメだなとか自分を責めてしまうっていう状態の方もいらっしゃると思うんですよね。はい。なので、できるだけ前者の方に、こういう理想があるから、今自分はこういうふうに頑張ってるとか、全然うまくはいってないけど、将来の自分はこうなるから今頑張れるんだっていう状態になれたら、これ結構嬉しいと思いません？はい。そうそうそう。ありがとうございます。行動ができないから、理想はあくまで理想。人と話すのが、口下手なので、2024年1月、2月までに相手と話す機会を一期一会大事にする。めちゃくちゃ素敵です。そして、毎回相手目線で、なるべく論点が伝わりやすいようにすることを頑張りたいです。これ、期限もあるし、やることも明確だし、めちゃくちゃいいですね。なるほど。相手目線っていうのがね、すごい、僕もなんか YouTube でよく言ってるんですけど、すごく大切だと思ってるので、なんか共通してそういう思いがあってすごい嬉しいなって思います。はい。そう。全部皆さん正解です。はい。コメントちょっと、まだされてない方も、多分正解だと思います。はい。そう。なので、一概にね、これだけです。完璧主義者姿勢で逆に行動できない。確かに、これも正解ですよね。やっぱギャップできちゃいますよね、こう思っちゃうと。はい。なので、皆さんね、どうして今の悩みを解決できないのか、理想と現実になんかギャップを作ってしまうのかっていうこと、皆さん多分理解されてると思うんですよ。はい。だから、それをね、もちろん、一日一日実行していけば、おそらく少しずつ少しずつ理想と現実のギャップっていうものが狭まってくると思うんですけど、これを狭めることも結構難しかったりしません？どうでしょうか？そう、なんか一つのことを続けるのが大変なこともあるし、なんかこれ本当にやりたいことだったのかなって迷う時もあると思いますし、自分にはできないからいいやって、なんか投げ出してしまう時もあると思うんですよね。はい。
なので皆さんコメントしてくださったこと全部正解です。正解なんですけど、じゃあなんでそういう理想と現実にギャップができてしまうのか、もっと言うとギャップを感じて、まあ、なんならちょっと苦しくなってしまうのか、これをねお伝えしたいなっていうふうに思います。それは何かっていうと、自己表現ができてるかどうかってことですね。はい、そう、自己表現です。これね、多分ね、皆さんならよくわかるかなって思ってるんですけど、じゃあ自己表現とは何なのって話ですよね。ちょっと辞書的な答えを話します。自己表現っていうのは、自分が考えていることを、伝えたいことを、感情を表すこと、これを自己表現っていうふうに言います。これ辞書的な考えですね。で、もっとな簡単でいいかなって思ってて、自分を伝えること、もっと言うと相手を理解した上で自分を伝えられるとより良いっていうことですね。はい、皆さん自己表現って聞いて、別に理想と現実のギャップ関係ないって思った方どれくらいいます？ちょっと思った方手挙げていただけると嬉しいんですけど、関係なくないと思いますよね。ありがとうございます。そう、そうなんです。 OK です。手を下ろしてください。ありがとうございます。はい、一見関係ないと思いますよね。じゃあちょっとね、一緒に考えていきましょう。じゃあ人はどうして幸せとか不幸を感じるんだと思いますか？幸せって感じるときは、なんかプレゼントもらったとき嬉しいなって気持ちがあって、あれ幸せだったなとか、仕事でやっぱり成果を出して、もういつも怒られていた上司がいるんだけど、その時なんか心から喜んでくれて、それは嬉しかったの、幸せだったなとか、逆に不幸っていうと、何か失敗をして、これだけ準備したのに何の成果にもつながらなかった、これ落ち込むし辛いですよね。もしかしたら、じゃあそれをちょっと抽象化すると不幸っていう風に感じるかもしれないです。はい、これなんでこういう風に人って嬉しいとか楽しいとか落ち込むとか辛いとか幸せとか不幸を感じるんだと思いますか？もしかしたら僕の動画をいつも見てくださっている方はわかるかもしれないんですけれども、はい、ありがとうございます。正解出ましたね。そう、感情があるからですよね、僕たちは。そう、人っていうのは感情があるから幸せとか不幸を感じることができます。はい、じゃあもう一個、どうして僕たちは感情があるんだと思いますか？これどうでしょうか？これもね、たった一つの答えがあるとかではないんですけれども、はい、そう、どうして僕たちって感情があるんですかね。もちろんなんか生存本能のためとか、何かの決断をするためとか、危機からね自分を守るためとか、コミュニケーションを取るためとか、相手とつながるためとか、いろいろあると思うんですけど、どうして感情があるのか、どうして喜怒哀楽があるんですかね、僕たちって。相手がいるから。そうですよね、おっしゃる通りです。感情がなかったらね、絶対すぐ嫌われますよね。はい、例えばその、家族でもいいですし、パートナーでもいいと思うんですけど、あなた本当不細工だねとか、一瞬で関係性壊れますよね。そう、だから相手がいるためっていうのは、そうですよね、進化論的には
ライオンから逃げるために感情ができたため、生き延びるため、人と接するため。そうですよね。そう、ライオンがね目の前にいてもなんかあのポツンって堂々と立ってたんで、一瞬で多分人間って滅んでましたよね。そう、あの皆さんもこれもおっしゃる通りだと思います。人と関わるため、相手がいるから感情が絶対必要だし、進化論的にね、生存本能のためにも感情が必要だし、そう、昔からのね、危機から生きるためとか、ネガティブなことを回避するためとか、承認欲求ですね、承認欲求のためとかありますよね。はい、人と接するため、そうですよね。皆さん本当に正解です。今回はね、あの承認欲求ってところが結構近いかなって思ってるんですけど、私たちはどうして感情があるのか、感情を使うのかっていうと、人に理解してもらいたい生き物、人は人に理解してもらいたい生き物だから感情があるっていうふうに捉えることができる例をお伝えしたいと思います。はい、まあ、ちょっとね、生存本能とかではなくて、どういうことって、あの一般的なちょっと回答じゃないのでね、どういうことって思った方もいらっしゃると思うんですけど、なんで人は理解してもらいたいって思うのか、喜怒哀楽がどうしてあるのかっていうことを考えたら分かりやすいです。はい、皆さんはどういう時に喜んだり怒ったり悲しくなったり楽しくなりますか。はい、ちょっと例を考えてきたんですけど、例えば、まあ嬉しい、喜んでる時だったら、何か好きなことをやっている時はやっぱりあの嬉しいなって感じたり、久しぶりに家族に会えたら、まあ、喜びを感じたり、好きな人とかね。はい、あとは怒りですよね。どうして商品が届かなかった、どうなってるんだっていうクレームがあるんでしょうか。あなたはもういつも私のことを分かってくれない、なんでこんなこと言うの、喧嘩してしまうんでしょうか。どうして人はね、人のことを誹謗中傷してしまうんでしょうか。憧れの人がいるんですよ、すごく立派に尊敬して憧れの人がいるんだけど、お前なんかズルしてるとか、こんなの本物じゃないとか誹謗中傷する人っていますよね。どうして誹謗中傷って起きるんでしょうか。悲しい時、どうして孤独になると悲しいんでしょうか。失業すると悲しいんでしょうか。挫折すると悲しいんでしょうか。楽しい時、趣味をやってる時、何かで笑ってる時、達成感を感じた時、誰かになんか話したいなって思いませんか。どうして人になんか自分のこと知ってもらいたいなとか、こういうことしたよ、新しいことしたよってことを話したいんでしょうか。これは自分のことを理解してもらいたいからだと思いませんか。はい、そう、家族に久しぶりに会えたら自分は嬉しいってことを伝えたいんです。理解してほしいんです。おい、お前のお宅の商品どうなってるんだ、全然届かないじゃないか、責任者出せとかっていうクレームっていうのは何を伝えたいんでしょうか。こんなに商品が届くの楽しみにしてたのに、いや悲しいよってことを伝えたいから怒ってるんですかね。孤独で辛い時はどうして辛いのか、孤独で辛いってことを誰かに理解してもらえていたら、この孤独感っていうのはもしかしたら解消するかもしれないですよね。はい、趣味を一人でするのか、その趣味ですごく楽しかったってことをもうマシンガントークのように話す方もいますよね。あれはなんであんなにも楽しそうに話すことができるんでしょうか。いや、こんな楽しいことがあるよ、これやったら人生変われるよ、めちゃくちゃ楽しいよってことを理解してほしいから。そう、人は理解してもらいたい生き物なんですよね。はい、
人は自分のことを理解してもらいたい、はい、なので皆さんもね、今の状況とか自分とかね、悩みっていうのをもう一度考えていただいて、どう感じるのかっていうのを振り返ってみてほしいんですよね。例えば、まさにさっきの例と同じなんですけど、孤独で辛いとか、はい、ちなみに僕もめっちゃあります。孤独で辛いなんて感じるとき。はい。なんか会わない人がいて、人間関係の問題で悩んでいるとか、先が見えない不安があるとか、これやってて大丈夫なのかなって迷いがあるとか、悩みがあるとか、うまくいかない時間が続いてて、なんか、自分って生きてる価値あるのかなとか、そういうふうに思う時ってありませんか？ありがとうございます、コメント、はい、じゃあ仮にね、皆さんも何かしらのやっぱり悩みとか葛藤とか、もしかしたら誰にも言えないような悩みがあるかもしれないです、はい、じゃあその誰にも言えない悩み、なんだか言葉にできないような、どうせ言っても分かってくれないでしょって思っちゃうような悩みとか葛藤とか苦しさ、これを一人で抱えるのと、誰かはね、たった一人でもいいですよ、たった一人でも自分のことを理解してくれてる人がいる、知っててくれている人がいる、この状態って考えると、どういうふうに感じ方って変わりそうですか？そう、今ね、でもこれ皆さんって本当にすごくて、さっきね、今の悩みをアウトプットしてみてください、言葉にしてコメントしてみてくださいって僕お伝えして、もう皆さん実はね、誰かに知ってもらえるように行動できてるんです。これすごいことですよ、はい、確実に理想に一歩近づいてるし、行動できてるってことです。そう、誰か、そうですよね、誰か一人でも自分のことを理解してくれていたり、すごく誰にも言えないんだけど、こういう悩みがあるってことを知ってくれてる人がいるってだけでも、そうですよね、ありがとうございます、ポジティブになれる、はい、ありがとうございます、安心感が生まれる、喜怒哀楽の喜と楽が増えるとも、そうですよね、じゃあ本当に一人でも理解してくれる人がいれば、ものすごく心強いです。そうですよね。一人と二人って、すごく大きいですよね。少し楽になる。安心できるかな。多幸感溢れる人生になると思う。僕もそう思います。そうですよね。そう。だから、皆さんはね、本当に一人じゃないってことは、もう今回のセミナーで一番大事な部分かもしれない。皆さんはね、一人じゃないんですよ。こうやってセミナーに参加してね、もう本当に貴重な時間ですよ。しかも、なんで平日に解散してんねんって話なんですけど、はい。水曜日の、しかも年末の、こんな遅い時間にね、貴重な時間、投資していただいて、行動ができる方なんですよね、皆さん。はい。そして、さっきね、ここまででもいっぱい悩みとか理想のね状態とかをコメントしていただいたかなっていうふうに思ってるんですけど、これ自分ではなくて自分以外の誰か、僕でもいいですけど、他の参加者さんのコメントとか、アウトプットを見てちょっと感じたこと、何でもいいです。これね、ぜひ皆さんコメントしてほしいなと思います。例えばなんかみんな向き合っててすごいと思いましたとか、なんか自分と同じように悩んでいる方がいるんだなって思いましたとか、
なんか勇気出して参加してよかったですとか、何でもいいと思うんですけど、ちょっとね、これは自分ではなくて、自分以外の誰か、皆さん、参加者とか、参加者の方とか、僕とかを見て、なんか感じたこと、ぜひね、コメントしてみてほしいなっていうふうに思います。はい。そうそうそう。さっきね、理解してもらえる人が、知っててくれてる人が、一人でもいれば、安心できるとか、幸せが、できるとか、心強いとか、ポジティブになれるとか、いろいろ出たと思うんですけれども、もう皆さんは一人ではないんですよ。だってここにいる人が知ってくれてるから。そうそう、だからね、大丈夫なんですよ、はい、具体化できていることがすごい。そうですよね、僕も思いました。分かり合える環境が素敵です。皆さんアウトプットされていて素敵です。そうですよね、本当に素敵だと思います。まさに皆さんもアウトプットされてるので、皆さんも絶対すごいって素敵ですって思われてますよね。同じように悩んでる方がいて、ほっとしたのと顔出しできてる人がすごい。そうですよね。そう。自分一人じゃないって気づけることもやっぱり大きな前進ですし、もしその顔出しがすごいって思うのであれば、もしかしたらその方向が、さんの進みたい方向なのかもしれないし、やった方がいいんじゃないかって思ってることかもしれないし、やりたいって思ってることかもしれないので、そういう気づきを得ることができたり、皆さん本当に助け合える仲間がいることが多いことにびっくりしました。こんなにも似た悩みや勇気がある人たちだなと思います。本当にそうですよね。その一員に間違いなくさんも入ってるんですけれども、本当に勇気がある方たちだと心から本当に思います。はい、共感シェアできていることが素晴らしいと思います。皆さんはちゃんと分かっていて、それを言葉にできていてすごいと思いました。私はまだそこまで自分を理解できていなくてアウトプットできません。なので皆さんはすごいです。なるほどなるほど。皆さん即行動できるのがすごい。特にアウトプット、そう、いや、ここにいる皆さんそうなんですよ。はい。別にコメントちょっとまだできてないなとか、顔出しできてないなって方も同じですよ。こうやって行動できていることがすごいし、自分に向き合ってね、こんな貴重な時間を投資してることが本当に素敵ですよ。はい。そうそうそう。そうなんです。だから、多分ね、皆さん自分自身では、ここまで感じることっていうのは、なかなかもしかしたらできなかったんじゃないですか。はい。そう。自分で自分のことを見ると、やっぱりね、まだ行動できてないんじゃないかとか、やりたいことが分からなくて仕事が続けられなくて自分はダメなんじゃないかって思ってしまうかもしれないんですけれども、実はね、それは自分だけが思ってることかもしれなくて、誰か第三者から見ると皆さんの行動っていうのは素晴らしいって思う方が大多数ってことです。はい。だからこそ人にね、理解してもらいたいって私たちは思いますし、理解してもらえることがさっき言ったように安心感とか幸福感とか自分を変える経験になる、ここにつながるってことですね。はい。じゃあ勘のいい方は気づいたと思うんですけど、じゃあどうすれば人に理解してもらえるのかっていうことが重要になってきますよね。ここを人生が変わる奇跡の力っていうタイトルでお伝えしていこうと思います。はい。それが自己表現です。自分のことを伝えてみるってことですね。はい。そう。よく考えてみると、自己表現っていうと、なんか特殊なことなのかなとか、そんなに大事なことなのって思うかもしれないんですけど、自己表現で世の中っていうのは仕組みができてるんですよ。会社だってそうです。
なんで CM を打つのか、自分の会社はこういう商品売ってます、こういうことで力になりますってことを表現してるんです、はい、会社の事業は関係ないです。商品、化粧品でもそうだと思いますし、なんか洗剤とかパソコンとか、まあ、建設業とか、どんな業種であっても自分はこういうことができます、自分たちはこういう会社ですっていうのを知ってもらう努力をしてるってことですね、はい、私たちだってそうです。個人単位でもそうです。まさに僕とかは分かりやすいと思うんですけど、 SNS っていうのはまさに自己表現ですよね、はい、これは別にエンタメ系の方もそうですし、僕みたいに知識系とか心理系の方もそうですし、なんか教育系とか美容系とか、そういう人たちも自分は美容のこと好きです、美容のこと分かります、こういうことで力になれますってことを愚直に発信してる、自己表現しているってことなんですよね、はい、だからこの自己表現をするってことをやっていくと人に理解してもらうことができるし、じゃあ人に理解してもらえるようになるとどうなるのかってことなんですけど、最初に言った今の悩みをね、本質的に克服することができるだけではなくて、ちょっと今も感じてませんか？この経験をしてよかったなって心から感じることができますってお伝えしてるんですけれども、さっきもね、自分と同じような悩みを抱えている人がいるってことが分かって心がほっとしましたとか、自分に向き合うことができてますとか、皆さんの周りの方っていうのはちゃんとした知識とか理解がある人だったらね、必ず皆さんのことを応援してくれるんですよ、はい、で、今の皆さんの悩みを何か克服するとか、ここまで行動していることでもめちゃくちゃ素晴らしいから伝えられるんですけど、過去のようにね、今のようにね、自分のように悩んでる方を今度は自分がサポートできるようになって、どう思いますか？今の皆さんが本当にあなたってこういう素敵なところありますよとか、こういう経験があるからこそこういう仕事ができるんですよとか、心からに寄り添ってもらえたらどんな感情になりそうですか？この人に出会えてよかったなって感謝したり、ありがとうっていう風な感情が芽生えたり、もしかしたらね、こういう風に出会えたからこの経験をしてよかったなって感じることができるって思いませんか、はい、つまりありがとうをたくさんの方に言ってもらえる自分に変わっていけるってことです、はい、で、これはちょっと明日のセミナーで詳しくお話ししていくんですけれども、その経験っていうのは仕事になるんですよね、はい、だからこそ働きたい人と働きたい場所で働きたい時間に働いて、皆さんのさっきコメントしていただいた理想の自分、このなりたい自分というものを実現することができます、はい、まさにね、最初に自己紹介したんですけれども、僕は本当に自己表現をしていただけなんですよね、本当に、はい、これも全部自己紹介、自己表現です。自分を変えたいと思ってた、大企業にも行った、スタートアップにも行った、自営業も始めようと思った、コミュニケーションを学んだ、自己投資も300万以上した、でも適応障害になったんです、何も行動を起こせなかったんです。これも自分の言ってやってきた経験をお伝えしてるってことですよね。だからこそ、なんかコミュニケーションとかビジネスのこととか仕事のスキルとかいろいろ学んだけど、結局それを使いこなせるようになる、行動ができるようになる、人と話せるようになるためには、これらは枝葉だったんです。ストレスにうまく対処して、不安とか自分にできないっていう気持ちをうまく克服して、行動できる心を学ぶこと、身につけることが本質だと思ったからこそ変わることができて、その変わった経験っていうものを伝えていったら、次第に竹さんから学びたいですとか、竹さんと関わりたいですとか、竹さんに出会えたから適応障害とかうつのこの経験をしてよかったですって思えるようになりましたっていう風に変化できたっていうのが僕の自己表現なわけですよね、はい、
これは皆さんにも必ずあります。絶対にあります。はい、SNS も自己表現です。セミナーだって自己表現です。今もそうです。オフライン、オンライン問わず、僕は自己表現をしてきました。はい、懇親会もそうです。自己表現です。誰かの悩みを聞かせていただく、サポートさせていただくっていうこともある意味自己表現です。スクールっていうものも僕の挫折した経験、そしてそれを克服した経験、そしてその克服した結果こんな未来になれましたっていう経験を発信したからこそできたことです。はい、小田生さんの声ももちろんそうです。自己表現をしたからこそ、僕が行動できたからこそ、少しずつね、価値を感じていただいて、結果的に皆さんの、まあ、成果といいますか、変化に、まあ、つながることができた、で、貢献することができたっていうことなんですよね。はい。そう。だから、自己表現だけで本当に、皆さん最初自己表現って聞いたときに、それ悩み解決することと、理想の自分になること、人生を変えること関係あるのって、思ったと思います。はい。でも、自己表現だけで僕は本当に人生が変わったんです。はい。そう。なんで変わったのかっていうと、悩んでる状況ですら、何をやったらいいかわからないって本当に迷っていた状況を、ちゃんと伝えて、人に知ってもらうことで、あ、今の自分でもいいんだって思うことができたり、それこそ悩みが軽くなったり、ここで自分を認めて、でその経験を発信すること、自己表現することで、少しずつ自分のことをそれこそ皆さんにね、知っていただいたり、たけさんから学びたいですっていう風に言ってくださる方が増えてきたからこそ、少しずつね、人生を変えることができたんです。だから、ここです。僕は自己表現だけで人生が変わったってことですね。はい。で、自己表現で聞くと、人と話すのが苦手ですとか、自分を話すのが苦手ですって方、絶対いますよね。僕もそうだったんです。そう。なんなら僕は、コミュニケーションを学んだのに、できなかったです。はい。そう。だから、コミュニケーションが苦手だっていう方とか、人と関わることに苦手意識があるって方も安心してください。ここからはじゃあどうすれば自己表現ができるのって話をしていくんですけれども、これたった一つです。このたった一つだけを押さえていただくと、人が集まってきて、今の皆さんを受け入れることができて、やりたいことができて、それを仕事にすることもできる。だから毎日朝起きることがね、待ち遠しくなるほど毎日を過ごすことができるっていう自分に変わっていくことができます。じゃあその自己表現ができるようになるたった一つの方法っていうのは何をすればいいのかっていうと、正しい方向性と方法を学ぶことです。はい、皆さんの頭の上に今ハテナマークが見えております。ちょっとこれだけでは伝わりきらないかなって思うので、ここから詳しくお話ししていくんですけれども、正しい方向性と方法っていうのは、自己表現をすることと相手の悩みの解決っていうものをつなげることです。はい、これができるようになると、皆さんが自分を表現すればするほど、言葉を発すればするほど、人と関われば関わるほど自分も幸せに感じられるし、やりがいを感じることもできるし、相手の悩みの、それがね、だって相手の悩みの解決とか相手の幸せにつながるから、気づいた時には〇〇さんと話がしたい、あなたに会いたいっていう風に毎日メッセージが届いたり、それこそ本当に DM が届いたりね、リアルで会った方にまた会いたいですっていう風に言われるように必ずなっていきます。だから、この正しい方向性っていうものと方法をね、先にちゃんと学んでおくことが重要です。はい、
ということで、正しい方向性と方法、気になる方ちょっとリアクションいただいてもいいですか。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、リアクション最高です、ありがとうございます、よかった。これ、ね、実は気になる方がもしいなかったら、明日のセミナーがなくなるところだったんですけれども、はい、今回ね 2days セミナーということで、この正しい方向性と方法については明日の9時からのセミナーで全て解説していきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ということで今回はね、ちょっといろいろお話ししたんですけれども、一番伝えたいことは何かっていうと、どんな経験とか性格とか今のスキルとかなんか足りないなって思うものがあっても、それは皆さんの力になるし、何かうまくいかない経験がある方の方が誰かを助けられる、これから成長する可能性が大きいってことです。はい、で絶対に僕は本当自己表現だけで人生変えてきたし、他のね講座生さんの方とか僕がサポートさせていただいた方も確実にね変わっていってるので、皆さんにできないってことは絶対にないと思います。はい、ということでぜひね皆さん明日21時からのセミナーでこの方法を知っていてほしいなっていうふうに思います。はい、ということで、もしよかったらね今日の感想をぜひ僕の公式 LINE とかに送ってほしいなって思います。で感想を見てね明日の内容を決めたり、今回の復習とかもねやっていきたいなっていうふうに思うので、ぜひね明日の21時皆さんにお会いできることをまた楽しみにしております。はい、はい、ということで最後にちょっとコメント見て今回終えようかなと、今日の内容ね終えようかなと思うのですが、ありがとうございます。はい、そう、自分がね苦しんできたからこそ同じ悩みの方に寄り添え、そうなんです。はい、やっぱり経験っていうのはね強いですよ。はい、そう。僕も心を寄り添う仕事がしたいと思いました。自己表現と行動すごく実感します。ありがとうございます。絶対大丈夫ですよ。皆さんはもうすでに自己表現と行動ができる方なのでね、そこは安心して自分に自信を持っていただきたいなって僕はすごくやっぱり思いますね。はい、自己表現、自己開示大事です。あ、すごい。今日仕事上で悩みがありましたが、上司に相談ができました。めちゃくちゃ素敵です。相談するってことはなんか、自分のなんかね袖に乗ってもらってるんじゃないかって悪い気がするかもしれないんですけど、それはちょっとね間違いで、誰かに相談するってことはその相談した方もこの人の力に慣れてるっていう風に感じて相手に喜んでもらう行動でもあるんですよね。はい、なのでめちゃくちゃ素敵だと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんもいつもありがとうございます。こうして自己表現できてる皆様本当に素敵です。僕もそう思います。はい、皆さんも本当に素敵です。ありがとうございます。悩んでる仲間がいると安心しました。そうですよね。はい、そう、自己表現の大切さ、行動だけでなく自己表現も意識して行動します。こんなにも同じ悩みは強みがある人が多くて勇気もらいました。竹さんにも感謝します。ありがとうございます。これね本当に皆さんが素敵なんですよね。僕なんかセミナーを開催させていただいたり、まあ、動画をねアップさせていただいたりするんですけれども、僕一人の力っていうのはね悔しいですけど本当にちょっとしかなくて、こうやってね皆さんが集まってくれてコメントしてくださったり、こうやって行動してくださったり、僕と一緒にね成長してくださってるからこそこんなに素敵な環境ができてるんですよ。はい、なのでね僕の方こそ本当にいつもありがとうございます。ということで今回のセミナーはね
以上なんですけれども、ぜひね、明日のセミナーをここからどうやって自己表現すればいいのか、その正しい方向性とか、ノウハウ方法っていうのをお伝えしていくので、ぜひね、人生を変えるつもりで明日も参加してほしいなっていうふうに思います。はい。そして、僕が本当に最後に伝えたいことっていうのは、皆さん本当に絶対に大丈夫ですってことと、いつからでも遅いことはないですし、どこまででも人生変えることができるっていうことを伝えたいです。はい。なぜそう思うかっていうと、僕が本当に鬱から YouTube の発信とか独立ができるところまで変化できたってこと。はい。そして、そういったやっぱりマイナスの経験、鬱とか、人とうまく関われないとか、僕もなんか全部コンボで持ってたんですけど、そんななんか惨めな経験とか、もうね、もう惨めてたまらないわけですよ、本当に。毎日一人でね、部屋で泣いていたんですけれども、そんな状態から、誰にもそう知ってもらえなかったことが本当に寂しかったというか悔しかったんですけど、そんな状態からでも自分を表現することができるし、自分を表現していったら、あ、別に一人で悩んでる自分だけじゃなかったんだとか、その経験があったからこそ、あ、竹さんに一番相談したいと思いましたとか、竹さんについていきたいと思いましたっていうふうに言ってくださる方が、一人、二人、三人っていうふうに増えていったんですね。はい。だから、絶対に大丈夫です。皆さんは、その人を集める、人から好かれる、人を引きつける魅力をもう持ってる方なので、そこ僕がね、自信持って、多分日本一の説得力を持って、ここに関してお伝えできると思うので、ぜひね、ここから一緒に学んで、一緒に前に進んでいきましょう。なりたい自分実現していきましょうね。絶対皆さんならできるので。はい。ということで、今回のセミナーも本当に貴重なお時間ね、貴重な命のお時間、割いていただいて、ありがとうございました。はい。ということで、明日も参加してくださる方は、ぜひ、また、人生を変える一日にしていきましょう。はい。で、もしよかったら、感想をいただければなっていうふうに思います。はい。ということで、本日はありがとうございました。はい。それでは、ゆっくりお休みください。ありがとうございました。はい。それでは、失礼いたします。ありがとうございました。